ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年2月17日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。第3水曜日のお相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、秀蔵こと吉田秀蔵でお送りしているんですけれども、今日は秀蔵くんはどうしても抜けられない用事がございまして、番組をお休みさせていただいております。いつも無口な秀蔵くんで、私がなんか一人勝手にね、喋ってるんじゃないのみたいに思われがちなんですけれども、実は全然の反対でして、秀蔵くんが番組をビシッと締めてくれてましてね、私は秀蔵くんの手のひらでこうね遊ばしてもらってるみたいなのが本当のところなんです。はい、ですから今日は本当にね不安でいっぱいなんですけれども、もう今日このスタジオで、死んでもいいぞというぐらいに、全力で頑張りますので、どうか最後までお付き合いお願いします。そして心強い、天の声さんがいてくれますのでね、よっぽど困りましたら天の声さんにピュッと振りますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では私一人がどうなるか、一人で最後までやっていけるのか、どうか見届けてやってくださいませ。それではいつも秀蔵くんが紹介しているメール番号のお知らせを自分でもやってみたいと思います。メールはいつも私たちには元気なもと本当に嬉しい贈り物です。先月もうメールいっぱい来てもう読み切れへんやんみたいにね、それを目指しましょうって言ったばかりですのでね、今日もメッセージどしどし受け付けています。よろしくお願いします。じゃあ私が読みます。メール番号は99@siga.tv 99@shiga.tv です。よろしくお願いします。はい、ということで今日は一人で頑張ります。まず今日の最初のお話、2月なのでね、2月の花の話をしたいと思っていろいろ調べてまいりました。はい、まず2月の花は何だと思います？2月のお誕生日の方、全般的に2月の誕生月の花があるんですって。絶対みんな今言ったら正解ですよ。はいはい、その通り聞こえたっていうねんな。梅です、梅。はい、2月の誕生月の花、梅となっています。花言葉は不屈の精神、あとね高く清らかっていうの、清潔の潔っていうか高潔でも白と赤で花言葉がね違うらしくって、赤は優美で白が気品だそうです。やっぱり2月っていうのは梅なんですね。でちなみにですけど、お花ってね毎日決まってるんですって。お誕生日何月何日の花は何って。でもねこれもいろいろ調べたんですけど、そのどこが発表しているかによってねめちゃめちゃいろいろです。全く一緒じゃなかったです。私グッズも調べましたけど、ちなみに今日2月17日の花はボケです。ボケわかります？トゲトゲある梅の色をちょっとこうしたみたいな、いい綺麗ですよね。私ボケの花大好きなんですけど、木の売りって書きます、ボケ。もしくは他のサイトとかね、他の本では猫柳って書いてるのもありました。はい、だからまあ一応その2つを採用させていただきまして、2月17日の花はボケもしくは猫柳です。でボケの花言葉は妖精の輝きだって、かっこいい。あとね先駆者っていうのもあるそうです。で猫柳の花言葉は素直です。なんかわかる、猫柳素直ね、いい感じですよね。であと、まあ春の花、2月の花といえばあとね3つぐらい私が思い浮かぶのは、もちろん菜の花ですよ。菜の花で水仙、あとロウバイってわかります？ロウバイ、黄色いね梅の花の黄色いやつで、花あびらがちょっと透明みたいな感じしてるんですけど、すっごいいい匂いします。私この3つ好きかなと思うんですけどね。菜の花って油菜っていうの知ってます？田舎の人が油菜って言うっぽいけど、本当はね油菜科の油菜属なんですって。だから油菜っていうのは正式な学術名だそうですよ。あともう一個、水仙。
これはね、ヒガンバナ科なんですって。あの赤い咲くやつわかる？ヒガンバナ折っちゃダメって言われたら赤い花ですね。ヒガンバナ科水仙属なんですって。で、水仙ってあの毒がありますよね、あの根っこのとこに。食べちゃ本当に死ぬらしいですよ。でもあれをこうね吸って、球根のとこね皮めくって吸って、であの足むくんだりしたらね、土踏まずにシップとかしたら効くらしいです。本当らしいですよこれは。でも絶対食べないでくださいね。はい、ということで、あれですね、あの水仙の花言葉も調べてきました。自己愛と神秘、そのまんまやね、そんな気する。うん、素敵。で最後に一個、春の花、まだ雪があるのに花が咲く頃の花で、雪中支柱って言ってね、雪の中の4つの友達って書くんですけど、その4つは何かっていうと、今言ったロウバイと白い梅と、あとサザンカと水仙、この4つがあの雪の中、冬の中、春に向かって咲く代表的な4つ、雪中支柱って言うんですけど、その4つだそうです。はい、賢くなりましたね。どうですか、あんま面白くないすいません、はい、はい、今日のじゃあオープニングトークはお花の話でした。2月のお花の話させていただきました。はい、では今日の1曲目なんですけれども、京都のアーティストさんです。フラリーパッドさんって言います。私も10年前ぐらいから知ってるんですけど、滋賀にも何回か来てもらったかな。ギターボーカルさんとウクレレボーカルさんです。このお二人見えるかな、この2人のユニットでフラリーパッドさんっていうんですけれども、あのもちろんあのメジャーな曲を出してらっしゃるんですけど、今この方々はね、京都の、まあ、7条の近くの方なんですね。で自分たちが生まれたその7条 の何らか役に立ちたいということでね、最近京都の歌を順番に作ってらっしゃるんですよ。で今回この七条大橋ね、あのなんていうの、あの七七なあ全然アホやわ、分からへんわ、天の声さん知ってはる、あの弓をこう88剣道でしたっけ、なんか弓和球弓を通すこう長い長い廊下みたいなとこをね、ああ分かんないです、分かんないですか、はい、88剣道やったかな、なんかそれの近く七条大橋の近くにお二人住んでらっしゃるんですね。だから今回この七条大橋の歌を作ったっていうことで、その曲をかけさせていただきます。これはね著作権未登録してらっしゃるので、みんな自由に使ってくださいっておっしゃってます。作詞作曲はフラリーパッドさんで、七条大橋の上には。
心ときめく、この橋の上には未来の灯が灯るよ、あなたと私の夢がここに七条大橋、悲しみも刻み続けた思い出を幸せに渡す五つの虹、この橋の リーパッドさんです。普段はねもっとこう明るい元気な若い感じのゲチャーンみたいな感じです。なんせ一人の方はこれ持ってらっしゃるのウクレレですね。ウクレレ、ウクレレがこんなにすごいかみたいなね、もう本当にすごい演奏と歌です。彼らはぜひ聴いてあげてください。ではなんと今日はメールが山盛り来ています。やったイエイです。順番に全部読めないとね失礼なので、ちょっとまず一つずつ行ってみたいと思います。まずどこから行こうかな。むちゃくちゃたくさんいただいてるんですよね。じゃあまず笑わせてくださったこれから行こうかな。はい、えっちゃんこんばんは。いつも楽しく聞かさせていただいています。 Please give me your advice。 私になんかアドバイスくれってことですね。私の過去にあった話を元ラウンジのままで男性経験豊富なえっちゃん目線で検証していただきたいのですが、はい、毎月1回2人で飲みに行く飲み友達の独身女性の X さんがいました。可愛くてお酒が強く、日付が変わることも多かったのですが、その人の手も握っていませんし、もちろんチューもしていません。なぜなら私はゲイではなく既婚者だからです。うん、なるほどね。奥様は魔女みたいな説明ですいません。古っ。これが大体普通の人わかんないよね。なんとかではなく既婚者だからです。ここが奥様は魔女だったのですって言うんですよ本当はね。はい、いいですね説明は。次行きます。ある日居酒屋で知り合ったカップルと2人、我々2人お酒の勢いもあって4人でカラオケに行くことになりました。盛り上げなあかんという私の性格上、アホな歌ばっかり歌う私と対照的にその女の子が歌った歌、その時の彼女の選曲が坂本冬美さんのまだ君に恋してる、石川さゆりさんの天城越えでした。深い。酔っ払いながらも理性が残っている私はこの歌をどう捉えていいか悩まはったんですね。ああ戻れなくてももういいわっていう歌詞ですね。でまだ君に恋してるですね。俺に恋してくれてるのって、俺に言ってくれたん、ポジティブティックな私は未だにその時のね、ね、その時何もあ、出せた、そんなこと歌ってもらったのに、その時何もせず帰ってしまった決断を悔やむ日々を過ごしていますと。時を戻そう、あ、戻りたい。女性としてその時のメッセージに何か要素があったのか、単なる男の欲望というものか、思いすぎなのか、ズバリその真相は今度同じようなことがあった時に実行できるようにアドバイスをお願いしますということです。ペンネームひろちゃんからです。はい、ズバリ言いましょう、何の関係もないです。単にそれが歌いたかっただけだと思いますよ。きっぱりいいように撮るのはやめましょう。はい、何の意味もないと思います。それよりここまで下心あるのに何もできないって、ペロちゃんってなかなかね純粋だなっていうのは分かっていいお話だったと思います。はい、次があってもきっと何もしないんでしょうね。はい、じゃあ次行きましょう。次はじゃあ今ちょっと面白い質問だったので、ちょっと真面目な質問くださったのに答えてみようかなと思います。はい、
田舎暮らしに憧れる還暦過ぎの熟女さんよりいただきましてありがとうございます。言って自分で笑ってありますね。で、2つ質問があります。ミュージックボックスえっちゃんや1、最近コロナでいろいろ価値観が変わりつつありますが、自分が一番目から鱗が落ちたような変化やこれもありやという体験があればお受けしてください。難しいな。そうですね、目から鱗はね、やっぱりインドですね。インド行った時目から鱗でした、日本で言えば東京のね、東京駅の改札口の真横で、3つぐらい家族が毛布を引いてそこで暮らしてるというありえんよね、日本やったらね。追い出されますよね。もう幸せそうな気持ちよく改札の横でみんなで寝てましたね。10年ぐらい洗ってないような毛布にみんなでくるまって、目から鱗落ちました。2つ目、最近動画をよく見ますが、美容師の方の動画でその方自身が12年もシャンプー使わずお湯だけで洗っていて髪の毛がふさふさなんですって。シャンプーは良くないでしょうか。シャンプー以外にも誰か、シャンプー以外に誰もが当たり前に使っているものを使わず効果があった体験があれば聞かせてくださいっていうことです。これはね、いっぱいあります。シャンプーね、ほんまに使わんでいいですよ。お湯だけで全然大丈夫。でもちょっとやっぱり油がね、取れへんっていう時は一番いいのはね、みかんの皮とかね、オレンジの皮、柑橘系のね、皮をこう髪の毛にキュッキュッてするか、もしくは何かを燃やした灰をクシュクシュってすると油も取れます。なんかシャンプーなくても大丈夫です。で、それ以外、食器を洗うときに洗剤使うじゃないですか。あれはね、いらないし、あれが食器についてあれが取れないんですよ、実は。だからできたら、できるだけよっぽどベタベタな油汚れでない限り使わずに、たわしで洗ったらめっちゃ綺麗に落ちます。何もいらないです。はい、役に立つでしょ、私どうですか、田舎暮らしの憧れ熟女すぎの、違うわ、還暦すぎの熟女さん、ぜひやってみてください。たわしです。食器はたわしで洗いましょう。洗剤いりません。じゃあもう一個読んときましょうかね。じゃあこの方、実感かな、これ実の感って書いてあるんですけど、実感コーヒーはタリーズはよりさんです。少し意味わからへん。えっちゃん、いえ、最近はコンビニのコーヒーのクオリティが高く、喫茶店されている方も苦労されているのかなと思ってるということです。先日も夕方入った喫茶店のコーヒーがまずすぎて、朝行ったコンビニのコーヒーの方がうまいやんと思ったくらいです。ある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 ですね。コンビニコーヒー、えっちゃんどこのが好きですか。私はローション派って書いてあるローソンでしょあ、バラエって書いてあるから無理やな。あ、なんて浮世って頑張ってくれてはるんやね、ありがとうございます。コーヒー話をもう一つ、スタバのコーヒーがやっぱり美味しいなと思いますが、私は日本で初めて出たスタバカードをまだ使ってまして、店員さんからこんなカード見たことないですとびっくりされます。それがとても嬉しいのですが、何か長いこと愛用している超常連に特典欲しいなと最近思います。例えばレギュラー頼んでもラージにしてくれるとか、面白いアイデアをスタバに提案しませんか。めっちゃいいと思いますよ。はい、最初の質問です。コンビニコーヒーですけど、私はあれです、ほらほら、天の子さん、何コンビニといえばローソン、セブンイレブン、ファミマピンポンです。私ファミマ派です。はい、ファミマのコーヒーが一番好きです。ちなみに天の声さんはどこがいいですか。僕はコンビニではコーヒー飲まないです。あ、そうなんですか。はい、もっぱら、ジョージアか UCC の缶コーヒー、あ、ペットボトルを買ってます。全然味違うんですよ、 UCC とジョージアで。あ、そうなんですか。だからこの2つの違う味を交互に飲んで楽しんでる。めっちゃ通ですね。いやいやいや、スタバは行かれますか。スタバはずいぶん昔に行ったぐらいですね。スタバは苦手なんですよね。田舎もんなのでね、緊張しちゃうんですよ、はい、このタリーズ派っていうのはね、タリーズっていうコーヒーですかね。なかなかコーヒー凝ってらっしゃいますね、この方。でもそんな昔からのスタバカード待ってるんやから、なんかもらわなあかんよね。それはみんなで署名運動しましょう。はい、
頑張ります私も。はい、ということでまだたくさんあるんですけど、ちょっと前半はこの3つにしといて、また後半まとめて読ませていただきます。ありがとうございます。はい、それではです。いつもね、ヒデ族のコーナーがあるんですけど、今日ヒデ族いませんのでね、曲だけ1曲かけさせていただきたいと思います。いつも DJ 風に紹介してもらってるんです。今日いないのであっさりと紹介させていただきます。はい、それではお聴きください。ヒデ族の今日の1曲で無題。信じることで何でもできると言える口癖を持っています。風に吹かれてでもまだ踏ん張ってる自分を見つめている。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、
環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸い町2番28号八日市南高校前にあります。電話番号は 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。それでは続いて最後までお付き合いくださいませ。メール今日は頑張って読ませていただきます。もう早速もうメールいっちゃいますね。じゃあ次はですね、はい、ちょっとラジオネーム書いてないんですけれども、質問ですっていうことです。旅好きのいっちゃんに質問です。旅好きと思われてるんですね、はい。日本世界を歩かれているとお聞きしたのですが、最も過酷だった国や地域、驚愕のエピソードがあれば教えてください。あと現地で恋に落ちたことはあるのでしょうか。だってぜひ教えてください。ハートってきました。そんな歩いてはいないんですけどもでもね、いっぱいありますよ。最も過酷だったのはさっきの話じゃないですけどね、やっぱインドですね。インド過酷でしたね。夜行列車乗ったんですよね。あれがまあ特に過酷だったと思います。めっちゃ重たいのを担いで行ったんですけど、さすがに夜行列車でね、みんなぎゅうぎゅうのとこ乗るのは怖いから、一番いい車両を取ってたわけですよ。まあ ABC で言ったら A ですよね。自分の個室のベッドがあるはずなんですよ。まあ2段ベッドですけど、自分の分が乗ったらないの。私のベッドがないんですよ。どういうことないんですよ。満席なんですよ。でネットに出れないで、仕方なく寝れないという状況が続いたという、あんな過酷なことがあるでしょうかっていうね。私もほんまに通路で人が踏んでもいいから寝ようかと思いましたもん。っていうのが過酷でした。まあ、それはインドの話でございます。はい、それがあったから、それ以外のことはあんまりもう忘れましたね。はい、あと現地で恋に落ちたことはあるでしょうかって、ございません。はい、全然ないです。もう必死なのでね、旅することに。ただむっちゃ言い寄られたことあります。こうどう考えても私の孫ぐらいでしょう、あなたぐらいな。なんか日本人って若く見えるんですね。なんか私のこと年半分ぐらいに見えてるんじゃないの。もうなんか一生懸命言い寄ってきた人たちはおられましたね。はい、ということです。はい、次いきます。ラジオネームわらべさんです。えっちゃんこんばんは。初投稿です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。私は家を整理しないといけないなと思いながら全然できない性格です。もっぱら整理整頓が得意で通ってるえっちゃんですが、ありがとうございます。おすすめの整頓術があったら教えてください。私もね、ほんまはええ加減な人なんですよ。ええ加減やから整理整頓しないとむちゃむちゃになるので、整理整頓するようにしてるんです。一番簡単なのはどこに何を置くかを完璧に決めるんです。ペン1本まで、これはどこに置くか、どっち向けに置くかを決めます。で、同じものは1個しか置きません。だから予備は私は買わないんです。ティッシュペーパーもなくなったら買います。予備は買いません。で、同じところに片付ける。何があっても同じところに片付ける。唯一それだけです。それで整理整頓できます。やってみてください。はい、ほんまですよ。次、春モンキーさん。記憶に残っているオリンピックの名場面はどこですか。いい質問ですね。私一番残っているのは長野オリンピックのジャンプですかね。あ、泣きましたね。なんか駆け寄ってね、雪の中で。ご存知ですか、天の声さん。知ってますよ。あれちょっといい場面でしたよね。船木とかじゃなくて、そうそう、船木さんが最後飛ばはるんですよちょっと眉毛剃ってる船木さんが船木さんが飛んで、もう金メダル決まってみんなが駆け寄ったっていうね、いい場面でした ね。 そうですね。なんかここへは良かったって。だってなんかスポーツなかなかいろんな見てらっしゃるし、ど
どうなんでしょうね。なんかパッと出てくるのはあのあれですね、キューちゃんですね。ああ、そっか。あれはなるほどね、まあ、感動というよりも、うんうんうん、ついに日本の女子が陸上で金メダル取ったかっていう。うん、すごいなってね、であの時あの監督がまたちょっとねあの一色でしたからね。あ、キューちゃんすごかったですね。キューちゃん、あと、うん、あのもう一つあの同じ日の丸飛行隊ですけれども、うんうん、あの僕が小学生の時に金銀銅を取った札幌オリンピック、70メートル級ジャンプで。それ誰やったんですか。岡部とかですか。岡部さんのお父さんですね。岡部さんいたかな。いない。笠井さんかな。あ、分かんない。金銀銅取ったんですか。銅取ったんです。70メートル級ジャンプ。それなんかあれはすごかったですね。出てたはずやのに覚えてないな。うん、なんか冬の方が割にありますね。あのイナバウアーのねスケートとか。なんか覚えてるだけなのかな。はい。でも何でも名場面ですよ、オリンピック。やっぱり、うん、なんとかね、私は開催してほしいと思っています。ありがとうございます。次、琵琶湖ラブさんです。かわいい名前。どこでもドアやタケコプターがあったらどこへ行きますか。もうここしかないです。私はエベレストの頂上に連れてってほしいです。死んじゃうかもしれないけど。いきなり行ったら死にますね。死にありますよ。死んじゃいますけど、もう連れてってほしいです。なんか宇宙服なん、あ、でもやっぱ気圧が違うからあかんか。開けたら頂上。気圧が違うもんな。ついこの間ね、あのネパールの人ばっかりの6人が初めて冬のエベレスト登頂成功されたんですよね。素晴らしかったです。動画がアップされててもうびっくりでした。なんか K2 の方が険しいんでしょ。もちろんです。 K2 はねもうなかなか無理なんですよ。そうなんですか。それも景気の方はまだ誰も登ったことないです冬は。はあ、そうなんか K2 の方がなかなか難しいんですね。高さは2番目なんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあガンガンいきますよ。ピロちゃん呼んだね。次、おことのいカメラさんです。もうなんかこういう面白いなんかペンネーム大好き。めっちゃ面白い。ありがとうございます。えっちゃんこんばんは。この間大津の法務局に行った時の話です。用事を終えて駐車場に戻り、車の中で電話をかけていたら突然なんと見知らず見ず知らずの綺麗な女性が助手席に乗り込んできました。ドキドキする間もなく、あんなことあんのかな。その女性はキャーという叫び声を発し、あ、すみませんと素早い動きで飛び出していきました。そりゃそうでしょう。そして1台開けて停車していた私と同じ白いアクアに乗り込んだではないですか。なぜそのような事態に。すぐことの状況が把握できたのですが、1、その白のアクアにも私と同じぐらいのイケメンが運転席に座っていたこと。なるほど。2、明らかに洗車していない汚い車だってこと。共通点が多かったのでその女性間違われたんだなと、うん、運転手のイケメンさんと目が合い深々とお辞儀をしてくださってほのぼのとした気持ちになりました。次に同じような綺麗なタイプの女性が私の車に乗り込んできたら、次は焦らず1、素早くドアをロックし、2、上からかぶさってふにゅ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 、今回の学びを生かしたいと思います。えっちゃん最近びっくりしたことありませんかって。どういうつながり。これでもびっくりしますよね。でもこれと同じ話すると、私の友達のうちに女の友達が遊びに行かれました。ほんでちょっと用事があるし出るわって言って出て、その人が全然帰ってこないんだって。あれどこ行ったんやろと思って表に探しに行ったら隣の家に上がり込んでて間違って隣に行ったんでしょうね。ほんでなんかキャーってなって、あのすいませんって出てきたって言ったけど、そんなことあるんですかね。私そんな間違いはしたことないですね。最近びっくりしたことってありますか、天の声さん。家にいるんで。そうやね、そうなんですよ。最近何も起こりませんよね。そうですよね。びっくりすることあんまり本当にないですよね。私はこの間のこのラジオで言ったんですけど、お庭にね鳥さんに来てほしい。もう一人で暮らして寂しいからせめて鳥に来てほしいと思って、はいはい、おみかんをねこう吊るしといたらつつきに来るって本に書いてあったんですよ。だから一番美味しそうなおみかんをね、はい、食べやすいカゴにねカラスがふいって持っていくんじゃないですか。吊るしてね、まあ、カラスでもいいし来てほしかったんですよ。そうなんや。何にも見向きもされず、へもう隣の畑にはいっぱい来とるのに私のみかんには誰も来てくれなかったっていうね、悲しい思い出はありました。あんまりびっくりしたことないな。びっくりしたいで、あ、一番びっくりしたのはあれですよ、キリンが来るの最終回、
これで終わるのみたいな何まさかみたいなね、本能寺の変が終わって山崎も何もなく終わっちゃいましたからね。山崎の人たちむちゃむちゃキャンペーン組んではったのに、これっぽっちも出てきませんでしたよ黒田官兵衛セリフ1個ですよすごいな、まあ、それ一番びっくりしましたね。はい、ありがとうございます。評判がしかもいいという、そうだ待ってあれみたいな。本郷のいカメラさん、ありがとうございますじゃあ次、面白いわ。もう片田のジローラモさんより想像できますね。はい、えっちゃんこんばんは。最近ピクルス作りにハマっています。京都大丸の地下綾野だし、そんな店があるんですね。でピクルスの素を買ってきてつけるだけなんですが、これがもうデリシャスでマイブームなんですが、えっちゃんの食のマイブームはありますかって。これさっきね天の声さん喋ってたんですよ。天の声さんも食通なのでね、結構食べ物にはね、あの好き嫌いちゃんとあるタイプなので、何でもいいわじゃないからね、面白いなって言ってたんですけど、はい、まあ同じもん買っちゃいますよねっていう話なんですけど、今私が一番ハマってるのは皿うどんっていうかね、片焼きそばっていうんですか、パリパリの麺が入ってあって、でなんか八宝菜の素みたいなやつが入ってあって、でなんか野菜とかいろんなもん炒めて、その素でとろっとね、八宝菜みたいにとろみをつけて麺にかけるっちゅう、それがねなんとビッグ4で110円ですよ。2食入ってるんですよ。それで1個50円ですよ。じゃあ、まあ美味しいまあ美味しいんです、もうびっくりします。でちょっと高いのもあるんですよ。350円か400円ぐらいのやつがあるんですけど、この100円のやつの方が美味しいんですよ。はい、イオンのあのオリジナルブランドっていうの、あのマークがついてるので一回食べてみてください。週に1回ぐらいはこれ食べてます。もちろんあの具はいろいろ入れてます。エビさんにしたり豚肉さんにしたりキノコさん入れたり、それは買えますけど、めっちゃ美味しいです。一回天津飯のご飯を固めにしてみようかな。あ天津飯のご飯を、そうそうそう、その麺で、あバッチリです。全然いいと思います。天津飯好きなんですよね。ちょっと天津飯ちょっとだけお酢っぽいじゃないですか。僕ねいろんなのするんですよ。全然合うと思います。はいはい、酢の方が合うか、めちゃ合うと思います。うん、一回やってみよう。はい、で天国さん今なんか凝ってらっしゃるものありますか。まあそば凝ってる言うて書いてましたけどね、はいはい、でもねあれですよ、やっぱりねネギ油ですよ。はい、ネギ油が実は最近ね100円ちょっとで売ってるんですよ。へえ、美味しそう。あれをねラーメンを半分食べて、ネギ油入れると味が変わる。味変ですね。はい、やつですね、はい、味変を楽しんでます、ね、味変いいですねネギ油作れますよ自分で。作れるみたいですね、ネットに載ってますね。ぜひぜひ。もう僕は買っちゃいますけどあ、そうやね、買っちゃいましょうということでジローラモさん美味しそうですやん。ピクルス、私もピクルス大好きです。またどこで出会うことがあったら食べさせてください。ありがとうございます。じゃあ次、琵琶湖大橋さんより、なかなかいいペンネームですね。えっちゃんこんばんは。最近外国行けなくて寂しいですね。はい、えっちゃんはネパールヒマラヤにハマっていると聞きました。その通りです。何がどういうとこがいいんすか。次行かれる予定はってください。何がいいかってよう聞かれるんですけどね、ないでしょ理由は。なんか自分でも分かって変ですよ。なんか分かんないんですよ。なんだろう、よく分かんないです。だからあれですよね、結局あなたはなぜ山に登るんですか、いったらそこに山があるからですよね。そうなんですよね。で私は別にそんな登山家でもないしね、はい、山登るわけでもないんですけど、もう空気感が肌に合うっていうのかな、あここで生まれたんちゃうかぐらいに合いますね。次行かれる予定ですか。もうね今飛行機は飛んでるんですよ。だから行こうと思えば行けるんです。ビザも取ろうと思ったら取れます。日本人はまだ大丈夫なんですか。行こうと思って行けるんです。ただこっちで、PCR 検査をしてオフ陰性っていう証明をもらって、はい、向こうへ行って向こうでももう一回検査して、はいはい、2週間2週間とどまるんですか。はい、いたら入れるみたいです。うわ、はい、うわちょっとね、じゃあめっちゃ長いこと言わなきゃいけませんからね、はい、ということで、まあ、私行けるようになったらすぐ行きたいと思います。帰ってきたらまた2週間ですか。うん、そうでしょうねいやー、まあちょっとワクチンがね
年寄りなので私も4月には売ってもらえそうなのでね、うん、行けたらすぐ行きたいと思っています。ありがとうございます。なんで全部行ったのかい。あといつも送ってくださってる、あ、まだ最初の方があるね。はい、もう一つありますよ。はい、わらべさん、遠くの山さん、わらべさん呼んだそうですよ。あとね、どっち先に行こうかな。じゃあダックスビルさん、いつもありがとうございます。はい、ダックスビルさんからいきます。いつも楽しく聞かせていただいています。ところでオリンピック開催が危ぶまれていますが、この危機を打開してくれそうな人物は次のうち誰でしょうか。お答えください。1人目ダチョウクラブ2人目ナイトクラブおもろいいいぞ3人目ゴルフクラブ4人目夜な夜なお酒大好き杉江正直でございます。以上です。よろしくお願いします。杉江さん、いい路線行ってますね。面白いですやん。ダチョウクラブかナイトクラブかゴルフクラブか夜な夜なお酒大好き杉江正直さん、うん、あー難しいな。私やったら今回名作ですね。名作です。拍手しときました、はい、ダックスビルさん。私ナイトクラブナイトクラブ、私ナイトクラブ行っときます。はいはいはい。じゃあ今日もう2人なので、そうですね、天の声さんと私、天の声さんがナイトクラブ選ばへん限り1対1ってことです。ナイトクラブ渋いねこれはね名作ですけどね。めっちゃ名作です。私はね、やっぱりね、これは杉江さんですね。この後この夜な夜なお酒大好きっていうのがいい語呂合わせですよね。ここでお酒が好きだということが分かったんです。あ、杉江正直さんの秘密が、そうなんです、暴かれた。なるほどね。だからね、うん、ナイトクラブゴルフクラブいいんですけどね。いいですね。ダチョウ、そこにダチョウクラブが入ってるのも笑いちゃいますけどね、これ何も今日初めて聞いてくださってる方意味分かってらっしゃらないと思うんですけどこのダックスビルさんという方ずっと送ってきてくださってて、こういうね3択4択5択をねこういうふうにめっちゃおもろいことを言ってきてくださるんですけど、今回なかなか名作ですよね。え、素晴らしい。はい、じゃあ天の声さんは夜な夜なお酒大好き杉山正直さんですね。そうですね。はい、じゃあ今日はもうなあまりにも良すぎたので、本当なら夜な夜なお酒大好き杉山正直さん優勝なんですけど、あんまりもよくできてるからちょっと今日は票がちっちゃいましたということで決定はできませんでしたが、同率1位でございます。おめでとうございます。どれどうですか、ナイトクラブ夜な夜なお酒大好きさんが同率1位でございます。あー、でもダチョウクラブも惜しいないやいや、これもダチョウクラブ、ナイトクラブ、ゴルフクラブのこう合作でもうこの3つをね、 3クラブと夜な夜なお酒大好き杉江正直さんで同率ぐらいにしておきましょうか。そうですね、なんとお酒すぎるところが ね僕としてはよかった。なんか親近感覚えましたね、うん、だから私たち杉山さんがどんな方か全然分かってないんですけど、ちょっとずつこうイメージを膨らましてる状況で、お酒大好き、よかったよかった。ではもう一つ最後に読ませていただきます。ラジオネーム遠くの山さんです。遠くの山さん、はい、読ませていただきますよ。えっちゃんこんばんは。一人ラジオの楽しみ方は大きな声では言えませんが、天の声さんに質問することです頑張ってくださいねっていうことです。あ、今日一人やって書いたからね、アドバイスくださったんですね、遠くの山さんがね、うん、天の声さんに質問するとうまくいくと。わかりました、その手はずっと使わせていただいておりますので、最後に読んで、ありがとうございます。最後にこれを読むんですか、はい、内緒にしとこうかなと思ったんですけど。あ、内緒にしようと思ってなかったのか。そうなんですよ、アドバイスね通りにやってるのバレバレじゃないですか。なるほど、うん、天のね、遠くの山さんありがとうございました。上手やね、ラジオネーム。ほんで今回は意味分かりました、遠くの山さんみんな分かってないと思いますけど、ありがとうございます。あ、これ全部読んだかな。 ありがとうございました。はい、嬉しいね、たくさん来たらめっちゃ嬉しいですわ。また来月もきっと送ってきてくださいね。全部読んだな、全部読んだな。はい、ありがとうございます。はい、ではここでね、ちょっと変わった曲を聴いてもらおうと思って、短い曲なんですよ。滋賀県警察音楽隊っていう音楽隊があるんですけど、音楽隊の方々もみんな警察官なんですね。で、その方々が音楽隊に所属してらっしゃるんです。私この方々とお仕事を一緒にしたことがございまして、
本当にまあ素晴らしい皆さんなんですけど、その方々が滋賀県民の県民の皆様に詩をこう募集されてね、その詩に曲をつけられて、なんとその警察隊の方々が歌ってらっしゃるっていう近江交通安全ソングというのをやるんですけど、もうこれをぜひ聴いていただいて交通安全に努めていただきたいと思います。ではお聴きください。滋賀県警察音楽隊で近江交通安全ソング。聞いてもらいました。どうですか、滋賀県警察音楽隊歌ってらっしゃるのだから婦人警官さんってことですね、本当の警察官の方なんですよ、はい、皆さん真面目に本当にいい方でね、もう私たちも1枚 CD 作ったことがあるんですけど、ぜひ交通安全止めてくださいということで、次はライブのお知らせをさせていただきたいんですけど、なんせね今ライブとかフェスティバルが全然できないね状況なんですけれども、そんな中でアーティストの方々皆さん知恵を絞っていろんなことをトライされてるんですけど、そんな中で、2月23日もうすぐですね、YouTube にて、ライブ配信でフェスティバルオンラインフェスティバルっていうのを開催される方が あります。先週のこのミュージックボックスでもその主催者の方がお出になって徳さんと一緒にご紹介されたので聞かれた方もあると思うんですけれど、ちょっと呼んでから見せますね。初めての試みですよねこれ。だからどなたかお一人とか何人かのミュージシャンが、ライブ配信するっていうのよくあるパターンなんですけど、これは、大道芸の方とかジャンルに関係なく何組かが集まって、ライブ発信するという、だからフェスティバルってことになってるんでしょうね、ぜひ聞いてあげてください。視聴無料だそうです。これはどっから見たらこの多分オンラインフェスティバルステイホームのステイですで聞けば出てくるんじゃないかな。ホームページがあるみたいです。で出演される方をご紹介しておきましょう。マルチェロさん、大道芸の方ですね。大道芸の、ジャグリングとかされてるマルチェロさん、それから、ここにもゲストで来てもらったことがあるシンガーソングライターの岡田和弘さん、それからコメディパフォーマンスをされているミスターブンブンさん、それから、曲芸をされる桜組さんで、ジャズボサノバをね
歌ってらっしゃるご夫婦ですね。今井さんとタイさんのお二人デュオで、 MC がクミさんだそうです。でなんか面白い企画ありますよ。特別企画で似顔絵マラソンっていうのがあって、似顔絵描いてほしいって応募したら描いてくださるんですって。ライブ配信では顔は見えないけど、当日客席の代わりに配信させていただくことで、どうやって描いてくれはるんやろう。まあとりあえず一回ホームページ見てください。この似顔絵を描いてほしい方もこのホームページに行けばいいみたいです。あとまたそのアーティストさんたちのね、応援をするためにグッズ販売もしてるみたいで、そちらも一緒にお願いしますということです。マルチェロさんの思いが書いてあるんですね。実行委員長がマルチェロさんってことですね。現在イベント関係はほとんど中止の状況です。そんな中でも何かできることはないかと思い、このフェスを企画しました。今後もオンラインフェスティバルを継続していくとともに、イベントのオンライン化にもご協力、自分たちもね、どなたかがされるときに協力していく予定ですと。たくさんの素晴らしい出会いと経験をくれたこの仕事の恩返しとして、少しでもイベント関係の活性化ができれば幸いですということです。うわ泣けますやん。手伝いたいね。できることがあれば私もぜひ手伝いたいと思います。ぜひ見に行ってください。じゃあここにチラシを立てますのでね、ご覧になってくださいね。見えますかね。あ、ありがとうございます。天の声さん、差し大きいやつを出してくださいました。ありがとうございます。はい、ではこれを置いときましょう。もしわからなかったら、私のフェイスブックに言ってたやつ何って言ってもらっても説明するのでね、ぜひ皆さんご協力ください。はい、ということで、わあ、もう一人でするのってすごいパワーいりますね。あ、目を見てますよ。なんかひでぞうくんの素晴らしさがわかります。メールいただいた。 ありがとうございます。こんちゃんよりメールいただきました。現在帰宅の電車の中、私はコロナ禍の中でもマスクをして手の消毒をして通常の生活をしています。最近店に入るとき手の消毒しない人が多いような気がします。何か曲でみんながきちんと消毒するような曲ありますか。こんちゃん、なんとなくこんちゃんかな。やっぱりね、ずっとね、外でお仕事しないといけない方はね、数人暮らさないといけませんもんね。確かにね、コンビニ行ってしてない人多いですね。でコンビニで入ったところに置いてないコンビニも結構多いのよ。なんかずっと奥の方のATM の辺に置いてあったりとか、入り口に置いとかなあかんよね、玄関のところに。特にコンビニ置いてないとこ多いですね。そっか、なんかみんながきちんと消毒するような曲を作ったらいいのか。ミュージシャンの人たちに声かけてみます。こんちゃん、ちょっとお待ちくださいませ。なんとかあの人いたやん、ピコ太郎さんがね、最初の頃やってましたけどね、あれはねかけられません、著作権があってここではかけられないので、地元入社の人に作ってもらいましょう。はい、こんちゃんありがとうございます。気をつけて帰ってくださいね。また電車の中で缶チューハイ飲んでるのかな。って聞いとこうかな。本当にみんなありがとう。来月もぜひ聞いてくださいね。じゃあ今日の最後の曲先に紹介しておきますね。入りました。はい、今も曲入ったみたいです。今日最後は大好きなジェリービーンズの曲で終わりたいんですけども、たくさん曲出しててね、まだまだ聞いたことない曲もあると思います。この歌もね、多分ラジオでは初めてだと思うんですね。シロちゃんらしいいい歌です。長い曲なんですけど、シブンという曲で今日は最後にしたいと思います。メール来ました。メール来た、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。本当に最後まで聞いていただいて本当に、ね、ありがとうございました。来月は、来月3月も第3水曜日は今日と一緒に17日です。3月17日です。またよろしくお願いします。あ、来た、ラジオネームさん。あ、ジャスミンナヤちゃんや、ごめんね、
今日勝手にフェイスブックに写真使わせていただきまして申し訳ないです。本当はね1月のゲストにねあいちゃんに来てもらってほんまに思ってたんですけど、今ゲストさん呼べなくて本当にごめんね。呼べるようになったらまず来ていただきたいと思います。わあもう終わりますね。最初から聞きたかったです。えっちゃん様今日お一人でお疲れ様です。さすがですね、いいお声です。天の声様もお疲れ様です。また皆さんにお会いしたいです。コロナ早く収束しますように、収束しますように。これからもずっとずっと続けてくださいね。楽しみにしてます。あいちゃんありがとう。ちょっとラジオ越しに指切りしておきましょう。就職してゲスト来れるなら一発目、あいちゃんお願いします。ありがとうございます。聞いてくださってるから今日の私のホームページと違うわ、フェイスブックに上げといたジャスミンさんです。今の方は、はい、紹介しておきましょう。では来月3月17日です。来月もゲガいっぱい元気いっぱいで頑張ってお送りしますので、皆さんもね誰かのためにまだちょっと我慢の日々が少し続きますけれども、みんなで乗り越えていきましょう。来月は膝蔵くんも復活します。では今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。それではまた来月お会いしましょう。ジェリービーンズ聞いてください。ありがとうございます。バイバーイ。僕と共に成長した人、遠く離れた今、体の具合はどうですか、心の具合はどうですか、屋上の散らかった風景、僕を見守ってくれる人たち、霧の向こう見えない未来の僕へ、そちらの天気は